いらっしゃいませ、ジョイフルようこそ。お客様何名様でしょうか。ファミリーレストランのジョイフルです。接客などを担当しているアルバイトの佐々木ライムさん。耳にはピアス、髪の毛は一部を赤く染めています。ジョイフルでは先月から身だしなみに関するルールを見直しました。以前は髪の毛の色は黒、もしくは明るすぎない茶色でした。またピアスは禁止でした。今は髪の色は自由に、ピアスも OK になりました。アルバイトを始めておよそ1年になる佐々木さん、以前の髪の色は黒でしたが、ルールの見直しを受け、すぐに髪を染めたそうです。学生のうちしかインナーカラーとか楽しめないと思うので、ジョイフルは硬いイメージがあったので OK になるんだと思ってすごい嬉しかったです。こちらは厨房です。金髪で生き生き働く女性の姿がありました。自分のしたい髪色に染めれるので率直に嬉しいな、染めなきゃっていうなんか嬉しい気持ちでした。身だしなみに関するルールの変更、その狙いは、昨今の多様性のある社会、働きやすい職場環境の実現に向けて、店舗、社員、クルーのアピアランス規制の緩和に至りました。退職者の再雇用や新規クルー、アルバイトの応募などポジティブな影響が多くありました。一方で派手なネイルやアクセサリーなどは認められていません。衛生面や清潔感を保てる範囲でルールを緩和したということです。一方こちらはイオン高城店です。イオン九州では今年3月から身だしなみに関するルールを見直しました。従業員は制服の着用が義務付けられていましたが、この日店内では私服姿の店員が。靴もスニーカーが認められ、以前よりも働きやすくなったそうです。自分でその日の気温や店内の温度に合わせて、例えば上着を脱いだりとか、涼しい格好を着てきたりとか選べるようになったので嬉しいです。県内でも進む身だしなみルールの緩和、皆さんはどう思いますか。まあ、清潔感があれば、そのどんな色にしててもいいかなって。遊びに行くとか遊び心の時だけはね、まあいいかなとは思いますけど、お仕事をする以上はやっぱり見た目とかもう大事だと思いますから。結局その自分の姿っていうのは、あのその職場だけじゃなくてその外でももちろん、あのなんか日常生活を送る姿ではあるので、なんかなるべくそこに干渉しないような職場だと、その方が働きたいなというかモチベーションは湧きますね。はい、それぞれの個性を尊重しようという職場の環境、多様性を重視する時代の流れですとか人手不足などを背景に、県内でも広まりつつあるようです。